はい、こんばんは、カズヒロです、今日は久しぶりに、iPhone のウィンターボードのテーマの紹介をしたいと思います、テーマの名前が 16.9i5 ブルーです。まあ数字で69ですね。それの iPhone5 バージョンになってます。で、まあ、ホーム画面がこんな感じです。で、ロック画面がこんな感じになってますね。で、ちょっとアップで見ると、ステータスバーのところに左から今2って書いてあるんですけど、今1ですね、それが、アンテナマークで真ん中がこのテーマの、ロゴになってます。で、その次が Wi-Fi のマークですね。で、まあ、これはバッテリーの方はまあ普通な感じで、その下に、最高気温、最低気温と、現在の天気が表示されてます。で、これは、今の、天気の、マークですね。まあ、アイコンですかね。で、まあ、左は普通に時計があります。で、下にも3日分の天気予報が表示されてます。で、まあ、いつもの、オートチェックなんですけど、僕の解除のするときが、こんな感じで、ロックするときが、こんな感じになってます。で、あとは充電の時の音ですね。充電の音なんですけど、ここにダンボ君がありますんで、これを押してもらうと、こんな感じになってます。では、見た目をさらっと、紹介していきたいと思います。まずは電卓です。電卓がこんな感じです。その次が、これがコンパスになってます。で、その次が、天気予報が、こんな感じになってますね。で、その次がボイスメモがこんな感じです。その次が、時計ですね。時計の方が世界の時計とアラームとストップウォッチとこれがタイマーになってます。その次が電話ですね。電話のキーボードがこんな感じでちょっと丸く、なってる感じですね。で、ここを周りにボタンがありますんで、これを押してもらえれば発信できるようになってます。で、カレンダーがまあこんな感じですね。で、USB セッティングがこんな感じです。で、あとキーボードが、こんな感じになってます。あと、オークソーが、まあ、こういう感じになってます。まあ、見た目は、まあ、こんな感じですね。今日は、このテーマの、さらっと見た目の紹介をしてみました。テーマの名前が69です。それの iPhone5 のブルーバージョンになってます。長くなっちゃいますんで、この辺で今日は終わりたいと思います。では、またねー。